東大阪市文化創造館は大阪府東大阪市にある芸術センター。当館は1967年4月に旧市民会館、1967年10月に旧文化会館がそれぞれ完成したが、50年近く経過し、老朽化が進行しているとともに耐震性に課題を有していたことから2019年9月1日に、 東大阪市立中央病院跡地に機能を集約し、東大阪市文化創造館として建設された大ホール、小ホール、音楽スタジオ、水や野郎備えた和室などからなる複合文化施設である。周辺には柴良太郎記念館や田辺聖子文学館、谷岡記念館など文化施設も近い。旧市民会館跡地については、 東大阪商工会議所新会館を誘致し、その1階部分に英和図書館が新たに整備された。施設の概要としては、優れた音響空間を備えた1500席の大ホールと300席の小ホール、市民活動や会議、研修など多彩な用途に利用できる創造支援室等が20室。誰でも利用ができるカフェレストランが併設。クラシック、ポップス。 ジャズ、オペラ、ミュージカル、ダンス、演劇、伝統芸能、演芸などの多彩な講演が可能。また、本館の整備運営には民間活力を活用した PFI 方式を導入。財政負担の縮減や民間ノウハウによるサービス向上を図っている。PFI 方式による施設整備は消防局、中小防所に次いでに例目となる。 大ホールと小ホールには命名権があり、大ホールは同時に本社を置く、大阪ホーム販売が取得し、ドリームハウス大ホールと命名、小ホールは、邪頭が取得し、邪頭ハーモニー小ホールと命名。他に、2016年8月2日、特別目的会社、PFI 東大阪文化創造館株式会社が、設立、設計、建設、運営及び維持管理を行う。 ありがとうございます。